こんにちは、佐々木です。本日は、メルカリ。購入者不在で商品を受け取らないようでした。返品商品の保管期間は何時でしょうかというテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう、えー。この動画では、YouTube からね、えー、質問が来ましたので、ぜひ、紹介させていただきます。 商品が受け取れなくて困ったとき、どうしたらいいかってことなんですが、購入者の方が商品を受け取らない場合は、自宅不在である可能性が非常に高いんです。それで、不在通知を置いてく場合が多いっていうか当たり前だと思うんですが、この 保証期間なんですが、大体ですね、黒猫マトさんも、え、ゆうぱくさん、ゆうちゃさんですね、なんですが、一週間ぐらいと考えていただければいいかと思います。で、えー、これを過ぎますとですね、自動的に返品されます。はい。なので、もし、受け取らない場合ですね、ま、ぜひね、あの、購入者の方へ連絡するのが一番早い、 かと思います。はい。それか、メールカリに連絡するのがパターンですね。このどちらかになる、なります。なので、ぜひ、こういった状況になった時に、試してね、いただければいいかと思います。ぜひ試してみてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマニュアル、プレゼントします。 なぜ10万円稼げるかを詳細に記載しています。ぜひ楽しみにしてください。登録者にニに日記でムかうスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。